おっと危ねえ。でも大丈夫。車高こそ上がってるけど安定性は抜群です。CX-60 に引き続き、今回はスバルのレイバックに乗っていきます。SUV 時代にレヴォーグだけでは厳しかったのか、予定になかったリフトアップモデルとして開発された本社。相変わらずネットのコメント欄ではダサいだの色々と言われていたので、私がこうして実車を確かめることにしました。この車に乗って一番感じたのは、スバルの自動車開発、終着点に来てテンプレ化が完了したなぁというもの。詳細については後で話しますが、フォレスター譲りの、快適性と安定性を両立した非常にバランスのいい乗り味、低回転域から EV のようにトルクが出て、高回転域も非常に気持ちよく伸びていき、旋回にも効いている水平対向エンジン、アンダーっぽくもなくオーバーでもない、ニュートラルなステアリングフィールに、使い勝手のいい大きな液晶パネル、10年前のインプレッサは、軽いけど貧弱なボディに、パワーだけあるエンジンを放り込んだ感じでしたが、ボディもエンジンもハンドリングもデザインも、すべてが熟成されて完成形になりつつありますね。レイバックそのものだけでなく、これまでに乗ってきた色々なスバル車との対比も味わっていく市場、いざ参りましょう。油温は104度、ターボは熱くなりますね。さて散々ダサいと言われているデザインですが、実物はむちゃくちゃいい感じですよ。彫刻のような芸術的な造形をしています。グリルは木の張り出したラインが好きです。デザインコンセプトがいい感じに決まっています。あんまり SUV って感じではないですね。ステーションで後ろ姿を見たとき、一瞬レヴォーグと間違えて予約したかと思いました。よく見ると車高がちょっとだけ上がってるレヴォーグって感じです。明るいところで乗れなかったので全容は見れていないのですが、都会的でおしゃれだと思います。エンジンルームはスバル定番の水平対向。1.8 リッターのターボですね。内装はスバル定番、正直言って他のスバルとの違いがよくわかんない感じです。新車価格は400ちょい。グレードは1つのみです。シフトもフォレスターで紹介したのとほぼ同じ。ギア同士が明確に分かれていて間違いづらい感じがいいと思います。ナビがラグいのが気になりましたね。ここがスマホみたいにサクサク操作できるだけで、だいぶストレスがなくなるのですが、スマホと連携してたって、私は現在地や状況確認で動かす機会が多いし。メタリックな文字盤がかっこいいメーターもおなじみ。今回は2台とも、晴海フラッグ付近での撮影となりました。さあ走り出していくのですが、まずエンジンが非常に優秀ですね。踏めば踏むだけじわじわとトルクが出てきて、一切のストレスや段付きなく滑らかに加速していきます。EV に匹敵する滑らかさ、踏んでから動き出すまでにワンテンポの間があるのですが、そのゆったりとした間が、万人向けの優しい乗り味につながっています。アクセルもブレーキもハンドリングも、すべてに少しの間が持たされている。これが初心者や慣れてない人にも優しいし、いろいろ乗り継いできた人でもゆったり快適に乗れるような味を生んでいますね。車を知り尽くして、様々な楽しみ方をしてきた本当に詳しい人が、意図的に低負荷域をゆったり仕上げている印象。それでいて高負荷域の刺激や走る楽しみもしっかり持たせる、上も下も行けるような車です。そして乗っていて思うのですが、乗り心地が非常にいいですね。フォレスターや XV、WRX やクロストレックなどスバルもいろいろ乗ってきましたが、最近のスバルは足のレベルが高いのです。快適性と安定性という、相反する要素をほぼ完璧と言えてしまうレベルで両立しています。SUV やリフトアップ系の車は多いけど、こういう乗り心地で仕上がってる車って本当に数少ないですからね。車高を上げたはいいけれど、安定させるために固めたせいでゴツゴツと硬い乗り味、乗ってきた中にそういう SUV、そこそこな数いましたし、高級感を出す気はないし高価格と呼ぶか迷うレベルではあるけど、運転していると上質感がたっぷり味わえる。最近のスバルはそういう車が多いですね。実はスバルって日本の中で最も、自動車の進化や進化を味わえるメーカーなのかもしれない。というわけでまた晴海フラッグにやってまいりました。ここは本当に美しい場所ですね。深夜にドライブで来るなら最高ですよ。男女問わず扱いやすい、軽いハンドル、動き出しはゆったりで、急ハンドルを切っても急激に動いたりはしない、ゆったりとした動きを維持したまま、でも素直にぐいぐいと曲がっていく。スバルの水平対向って、水平対向である点以外じゃ説明がつかないような曲がり方しますよね。ここも入念に周辺確認をして、あえて早めのスピードで曲がってみる、何の癖もないハンドリングです。EV セダンみたいなニュートラルさとは少し方向性が違うんだけど、実に素直だ。初心者が乗っても熟練者が乗っても、安全だし楽しいし快適だしそこそこ速い。私はスバリストではないですが、こういう総合点が素晴らしく高い車をポンポンと連発されたら、誰だって認めるしかないです。あ、でも、スバリストになるためには、カーセンサーで片落ちのキモータブルーインプレッサを買って、スバル公式の宣伝ツイートや YouTube チャンネルの動画に、ダサいって書かないといけないんですよね。じゃあ私スバリストじゃねえわ。あんまりふざけてるとスバル車とは関係ないところでスバルをまた嫌いにさせられそうなので、一旦スペックを確認しましょう。車体サイズは前後に 4770mm、横幅は 1820mm です。すぐに慣れます。車両重量は 1600kg。重すぎないちょうどいいところですね。エンジンは最大177馬力。
最大トルクは300ニュートンで、これが1600回転から3600回転まで出ます。177馬力ということでトップエンドはそこまで速くないのですが、音と相まって気持ちのいい加速感を味わえますよ。新東名の第三車線を160キロくらいでゆったり流すような場面でも、快適に気持ちよく行けると思います。さてそろそろ首都高に上がりましょうか。思っていたより加速感が強くて、安全優先で旋回中は抑えています。でも姿勢は安定してるぞ。77馬力と言った通り、トップエンドの方は速いってほどではないです。でもエンジン音が気持ちいいんですよ。どこまでも伸びていきそうで快感です。速すぎず遅すぎず、速度を上げてもふらつかず。安全だし不満もないし、ここもまたちょうどいい。CX60 に乗っていた時と違って、怖いという気持ちもありません。ブレーキングには最悪の眠気防止のガタガタ舗装ですが、レイバックなら安心して入っていけます。いや待って、今の段差、ここも。一瞬だけハンドルが持っていかれかけたわ。雨の日にサスペンションを押しつぶした状態で、段差をガタンと超える瞬間は、両手で握って集中してなきゃですね。コーヒーを飲んでたりエアコンをいじってたり、助手席の方に手を伸ばしたりしてるのはやめた方がいいっす。助手席の荷物運転中にいじるなって?それはスバリストに向けて言うことでしょう。唐突な弱者男性攻撃がスバリストを襲う。まあこのレイバックといい WRXS4 といい。こんなにもいい車に悪いイメージ振りまいたんだから反省しろ。試乗動画に購入しましたって軽く書いてるだけの人が、一番民度良くて一番スバルに貢献してる。まあレイバックなら、現実世界での民度も高そうですね。雨でもリフトアップされてても結構いけそうだと分かったので、ここでエスモードに入れてみます。ちょっと踏みますごとにグイグイグイと前に出ていく感じ。これは大きく変わりますね。でも私が WRX に乗った際にも愚痴った、ズドンとアクセルを踏んだ瞬間の出足の遅れ、これは健在です。トヨタ系のハイブリッドなら特に、踏んだ瞬間からモーターアシストでズドンと前に出してくれるのですが、スバルの CVT はコーナー出口で瞬間的に踏み込んでも、それに見合う加速力が出るまで一呼吸あるのよね。加速力自体が結構あるから補えるけど、このちょっとの遅れが私は気になります。さてコンパクトな車体サイズを活かして、コース幅を使い切りにいくつ上場、極極警報が正常に作動しますね。スバルはフォレスターもなんかコンパクトなので、狭い道でも走りやすいです。駐車もすれ違いも楽だし、何よりライン取りの楽しみがあります。瞬間的に浮きそうになるうねったこのカーブも、安心して入っていける。動き出しはゆったりとしていて軽い力で操作できるにもかかわらず、車の動きとの一体感があって、路面やタイヤのグリップ状況を感じながら、リアルタイムで制御を取れるコントロール性もあります。うおっと危ねえ。かなりはみ出してこられてびっくりしましたが、これは私がうかつでしたね。あんなに前後に長いトラック、どれだけ丁寧に乗っても物理的に収まらない。車体が小さいので余裕で対応できるということもあり、ノリで突っ込んでしまいました。隣のレーンや対向車線の状況にまで注意を払えと、肝に銘じているのに。危なげなく速度が乗ります。初心者や万人向けのセッティングをするとつまらなくなることが多いのですが、これを考えるとレイバックは珍しいな。さあ急ハンドルを試すぞ。わざと旋回を遅らせて、ダバッと切って動きを見る。うむ、軽やかですね。前後のロールバランスもいい感じで、弱アンダーって感じもしないのに安定するこの感触。リフトアップされていることがあまり気にならず、スイスイ走ってしまいますね。この合流車は結構焦らされた場面ですが、落ち着いて操作していれば何も危ないことはありません。ここもかなりうねりが激しくて狭い、試されるコーナリングです。あっちこっちに跳ね飛ばされるような路面でしたが、程よくコース幅を使い切って抜けていくことができましたね。たださすがにあのペースで突っ込むと、少しだけふわふわしたような不安感が出ます。十分味わったのでもう帰ります。レイバック
ック、いい車でした。WRX の時もそうですが、これがネットで酷評されてると考えると腹が立ってしょうがないですね。私はこれから車好きではなく、乗り物好きか機械好きを名乗ろうと思います。大半の車好きは見た目だけスポーツカーな車しか評価しないからな。口先ばかりで金を出さない層は、切り捨てて値上げしていくのが世界で成長するビジネスのやり方。そう考えるとスバルのやり方は、どことなく BMW っぽいのかもしれません。バックの音同じだしな。それにしても世界がこのまま電動化するなら、もともと燃費が伸び悩むし、E ボクサー化したところで対して改善しないスバルはどうなるんだか。これだけの傑作者を連発できるメーカーが消えていくのは惜しいですね。迷ってる方は新車を買ってあげてほしい。スバル車の繁栄を願いつつ、今回の動画はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。